中のお宝を手に入れることを夢見るカミュとマヤ。ええやん。お宝ハンターたちが。おキメラやん。あれキメラちゃうかったっけ。世界一を目指す冒険が始まる。ええやん。竜の大地には様々な地域があり、多種多様なモンスターが生息しています。おもろそうやないの。この自然豊かな大地で仲間のモンスターと共にお宝探しが始まります。グラあんまやな。まずはお宝コンパスで大まかな。ごめんなさい、いきなりマイナスなことを言って。お宝に近づくとグラフィックが察知するので再度お宝あんまりやな。発動するとモンスターたちがビジョンでありかを教えてくれます。さらにスライムなら大ジャンプ。おおすげえ。ドラキーなら空を飛んだりと。すげえ、これ楽しそう。ええやん、やっぱモンスター使えてなんぼでしょ、ドラクエは。敵とのバトルでもモンスターたちが神やマヤと一緒にバリバリ戦ってくれます。ボボポロボー。時にはお宝を横取りしてくるライバルも。デゲデゲデンデゲデゲデン。モンスターたちと協力してお宝を守り抜け。見つけたお宝は拠点に持ち帰って鑑定すると中身が判明。レジェンド。なるほどな。集めるほどに2人はお宝ハンターとして成長し、冒険の拠点も。やばい、前歯痛なってきてる。何やこれ、思想脳路かな。歯茎痛い。竜の大地で繰り広げられるお宝争奪戦。歯茎痛い。冒険の果てに2人がたどり着いたとびっきりのお宝とは。トレジャーライフ RPG ドラゴンクエストトレジャーズ。うん、青き瞳と大空の羅針盤は。なるほど。12月9日。まあ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 、あれじゃないか、いいんじゃないか。何これ、ウルトラ怪獣モンスターファーム。ゴモラが。まやこの面白そうな匂いしかしないやつは。バルタン星人が。おい、ウルトラ怪獣をあなたの手で育成。ウルトラ怪獣モンスターファーム。ウルトラ怪獣との出会いは楽曲検索から。タイトル名モンファーやん。もしくはアーティスト名から検索が可能。お好みの楽曲を選べば様々なウルトラ怪獣が誕生する。ゼット。めっちゃ面白そうやんけこれ。交通系 IC カードなどからも誕生。パートナーを決めたら次は育成。こんなん絶対やる俺。二階の知恵の探索。ウルトラ怪獣で育成ゲームできるって最強やん。トレーニングの方法は様々。限られた育成期間の俺種類そんないる。まあ確かにモンスターの種類はちょっと不安かも。育成後は怪獣いっぱいいるんかな。大会にエントリーし優勝を目指せ。これおもろそう。200種類らしいで。育てた怪獣は合成することが可能。合成もできるんかよ。能力を引き継がせ最強のウルトラ怪獣を育成。めっちゃええやん。ウルトラ怪獣モンスターファーム、これはええコラボやな。こう面白そう。これやろう。これ絶対やろう。奇妙な文明を持つこの島でソニックのまだ見ぬ冒険が始まる。ソニックフロンティア。この世界すべてがフィールドとなり自由自在に駆け抜ける。やっぱ歯ぐき痛い。ギミックを利用すればソニックならではのアクションが発動。立ちはだかる敵には狙いを定めて。ここは前見たよな。連続で攻撃すると前と一緒かな。敵の攻撃はタイミングを合わせて弾くことも。さらにスキルを習得すればソニックのアクションはどんどん進化する。あ、これスイッチなんや。ほんまや、任天堂ダイレクトだもんな。スイッチなんや。スイッチってすごいな。じゃあ様々なステージで。何これ、に挑むこととなる。ここおもろそう。先に進む鍵を入手せよ。今のとこ面白そう。普通にオープンワールド以外でも普通の面もあるね。
謎めいたこの島でソニックに待ち受けるものとは。 PS でもぐらい良くなって同じので。ソニックフロンティアはこの冬発売。ロックマン。新作出るんか、エグゼ。ゲームボーイアドバンスのロックマンエグゼ10分間が任天堂スイッチに登場。あ、コレクション。ネットワークが普及した社会で懐かしすぎる。俺3までやったかな。2かな、3までやったな。世界で解決。子供の頃。バトルはプレイヤー自らゴスペルね。プリズムバグとかあったやん。繰り広げられる。鍵を握るのは様々な効果を持つバトルチップ。来年出るらしい。例えば、敵の移動できる範囲を狭くしてから広範囲に攻撃できる技でまとめて倒すなど、バトルチップの組み合わせが重要となる。俺やったことあんねんな、ロックマン。収録タイトルは、10タイトル。10タイトル。また、すご。1000点以上のイラストギャラリーや150曲以上のゲーム内 BGM を、これはすごい。10タイトルはすごい。ロックマンエグゼアドバンスドコレクションは2023年発売。またダウンロード版は収録タイトルを2つに分けたボリューム1、ボリューム2もそれぞれ配信。10曲ギャラリータイトル。俺は多分3までやったことあるかな。3ブラックか。4からはね、ないんすよ。はぁ、4、5、6。すごいな。てか、ロックマンエグゼって6まであったんや。ここは何ですか？ニーアオートマタや。ライブアライブ。7月22日に発売が迫る。ライブアライブ。ライブアライブのあのリメイク版。主人公、ゲーム性の異なる8つの物語が HD2D で。これどこまでやったっけな。なんか中国のおっさんまでやった記憶あるわ。本日より。あ、これクンフーか。幕末編。SF 編の序盤をプレイでき、セーブが引き付ける改善版をインテルショップで配信開始。スーパーボンバーマン。ボンバーマンシリーズ最新作が任天堂スイッチに登場。おなじみの対戦や最大64人のバトルロイヤルはもちろん、本作から新登場のキャッスルモードを収録。キャッスルモード、ステージ内のお宝獲得を目指すアタックサイドと。いや普通にあのバクボンシリーズ出してくれへんかな。売れへんか、さすがに。アタックサイドは最大64のやつめっちゃ好きやってんやろな。ステージ内を歩き回り、鍵を見つけてお宝を獲得すれば勝利。2までやってたはず俺。ただし宝箱の数には限りがあるので、実は全員がライバル同士。対するキャッスルサイドはたったの一人。よくわからん。宝箱を守り抜き、一つでも残した状態で制限時間を迎えられれば勝利。バグボンおもろかったやんな。楽しい仲間エルオンやエルオン、ウェポン。ステージに配置された防衛ギミックを駆使してアタックサイドを吹っ飛ばせ。バトルのステージは自分で作ることができる。ブロックを組み合わせて防衛ギミックを仕掛けて、思い描いた戦略がハマると気持ちいい。作ったステージはアップロードして他のプレイヤーに共有できる。スーパーボンバーマン R2 は2023年発。ドラえもんのび太の見知らぬ牧場物語。のび太たち、そこで出会った少年の夢を叶えるため牧場を手伝うことに。さてと、畑を耕して作物を収穫、牛やアルパカの世話。やば、ちょっとやりたい。ドラえもんの秘密道具は時間を早めたり便利なものがいっぱい。すごいな、タイムフローの牧場は次第に大きくなっていきます。農家がタイムフロー式なんで絶対使ったらあかん。雲の上で作物を作ることも。あんなもんお前。そしてみんなとの共同生活、ご飯を食べたり、全否定やない、のんびり釣りをしたり。一人ではできなくてもみんなと一緒なら。さらに本作は
2人で牧場作りを楽しむこともできます。ふーん、のび太たちと新たな牧場生活を始めてみませんか。これの前作クソ評価高い。俺前作やると言っててんのび太の牧場物語。のび太の牧場物語、大自然の王国とみんなの家は2022年発売。パックマン、パックマンワールドがリメイクされて任天堂スイッチに登場。はい。さらわれた家族を救うためパックマンがゴーストアイランドを大冒険。すげえ、パックマンって。本作のパックマンはドットを食べるだけでなく敵にぶつけたりダッシュや平面から抜けることできてんな。巨大化も。さらにカーチェイスや、すごいやん、宇宙でのシューティングなどパックマンワールドならではのアクションでステージを駆け巡る。はや、ゼノブレイド見る？友人よりね、最後は10機勝ったぞ。俺ゼノブレやったことないね。俺たちは戦い続ける。生き延びたいってそんなの当たり前だろ。あら、ずっと考えてたんだ。おもろい。私に何ができるのか、ゼノブレ何を残せるのかって。なんかテイルズみたいなイメージあんねんけど。違う。同じ顔が見られるだろうか。僕はここにいるだろうかと。じゃあな、ゼノブレードね、戦闘がちょっとよくわからなさすぎてな、手出しづらいねんな。わかります。すごいなんかややこしそう。あなたたち兵士なんていくらでも入ってくるわ。戦闘は独特よな。戦わないって選択を。ゼノギアスはどうなの？わからへん。ゼノブレードってこれ前作とかと繋がってるん？あれやろ、あのスマブラのあの子たちでしょ。あと3ヶ月で。このクソ強かった。私はこの世界から消える。この世界寿命10年みたいですね。俺たちは女王に会わなきゃならない。世界をあるべき姿に戻すためにも。その言葉のもと、どんだけの命が消えていったか。昔のゼノシリーズと世界観だけ繋がってるらしい。私生きたい、生きてもっと。だから諦めないで。どうか私のこの時間使って。ダメだよ、いらない、そんな時間。いや、超対策感がすごい。ちょっと気にはなるが、合わなかったらとことん合わん。これこれこれ、もうゼノブレイドのこの戦い、持ち上げ、わからんねえ。叩きつける、うまくつながると痛快です。 MMO 感すごいな。さらにチェインアタックを使えば連続攻撃で大ダメージを与えることも。UI すごいな。敵に与えるダメージが大きくなると画面の情報量がどんどん爽快に。本気でいく。でもゼノブレイドの初代のゼノブレイドって Wii で出たやつ、あれすっごい評価されてるよな。なんやったら RPG で一番やいうぐらいの人もいるやん。ミオの頭の上にアイコンが出るようになったんだ。あれめちゃくちゃおもろいよ。やっぱめちゃくちゃおもろい。クラスを変更しても服装はそのままにしておくことができるので、クソ長いから配信する人少ない。そんな長い、あれ 100時間ぐらいかかるやつだっけ。ゼノブレ、モンスターハンターさん今やってんじゃん。みんなモンハンサンブレイク今日発売でしょ。でも12時から解禁でしょ。狩猟、狩猟解禁でしょ。12時からさっき大名を倒した。うわ、なんか懐かしいわ。そのモンハンの何々倒したてってやつ、学生時代に。深淵の悪魔の煮えとなって闇に帰る。
すごいモンハンやのに。さまよえるホムラよ、帰るべき場所を見つけたか。スチーム版は11時までできない。直して、うわすげえかっこええ派手やねとえ。すげえ。ライズってさ、モンハンの中ではどうなん？結構俺もうちょっとしかやってないからあんま分からんねんけど。おもろいと言われてる方な。うわ出た、これワールドにおったやつやん。爆弾落としてくるやつじゃん、バゼルギウス。快適。ああそれはわかる。モンスターハンターサンブレイク、お、ワンショットやん。懐かしい。面白かったな。ワンショット。太陽が失われゆっくりと滅びゆく世界。これは太陽の復活を託された。いやこれ YouTube じゃなかった。ニコの物語。ニコ来るので、このまでの冒険でそのようなものは見ていないはず、ね、アンダイイング。16歳以上。アンダイイングはゾンビに噛まれ、ああこれスチームで出てるやつや。母とその息子を描くゲーム。母に残された人としての時間は60日。出たの。この期間にあなたはこの世界を生き延びるための手段を息子に伝えます。水をろ過する方法、薬を作る方法。悲しい、60日で死ぬって決まってんの。車の修理方法決まってるから息子にあれなんや。そして戦い方。どんだけゾンビゲーマジでゾンビゲーはもう次第に全部で同じことができるようになっていきます。ヤス、そこおったら椅子に引かれるぞ。母の症状は日々悪化していく。咳が激しくなりゾンビを寄せつけてしまったり、よいしょ、文字が読めなくなったり、徐々に平常が保てなくなる。うわ悲しい。絶望の世界でこの親子に待ち受ける結末とは。アンダイイングは2022年配信。悲しいね。キャプテンベルベッドメテオジャンププラス異世界。内気な少年ダミアン。空想の世界で彼はヒーロー、キャプテンベルベッドメテオとなり、大好きなジャンププラスコミックスのキャラクターとともにモンスターに立ち向かう。何これ、ジャンププラス。マップを埋め尽くす敵に対抗するため重要なジャンププラスって、あのジャンププラス。2人の位置関係で変化するコンボで敵を一掃せよ。あ、今のあれやんか。何やったっけあれ、名前忘れた。キャラクターたちに勇気をもらい心の平穏を取り戻せ。なんとか8号じゃなかったっけ、怪獣8号や。スカイボードソード。俺これ最後までやってないねんな。これは
遥か古の時代、スカイウォードソード、勇者のみに受け継がれる伝説の剣、マスターソードの誕生を描いたゼルダの伝説、始まりの物語。ドゥルルドゥルルルルルルル、ゼルダの伝説スカイウォードソード、上空から猫投げ捨てたの覚えてるか、全く覚えてない。これだって俺これやってたのいつよ、2015年とかじゃなかったか。主人公のリンクや多分幼馴染のゼルダなど個性豊かな住人たちが暮らす女神に祝福された島。俺最近でも YouTube でめっちゃゼルダの伝説の動画見てんねんな。ゼルダは小ネタ集とか知ってる？ゼルダの伝説、時のオカリナ、風の弓、風の弓矢とかあったらしいで。離れ離れ設定ではゼルダを救うため、あれ火、炎、リンクは旅立つ、じゃあ炎、氷、リンクは魂か、ロフトバードに乗ってしかないけど、大空を自由に、闇の弓矢とかもあったらしい。そして分厚い雲を抜けた先に広がるのは誰も降り立ったことのないまだ見ぬ大地。どこまでやったんやったっけな、俺炎の神殿までやったんやったっけな、俺溶岩が流れる灼熱の風、ここまでやった気がすんねんな。広大で古代文明の眠る砂漠地帯、 SFC の投げなかった、 SFC のやつ何、トライフォースかな。大地の住人たち、未知なる大地を巡り、時には彼らの力を借りてゼルダの手がかりを探す。大地でリンクを待ち受けるさまざまな魔物たち。リンクは剣と盾を駆使して戦う。裏世界行く手前で投げた。そうやったっけ？剣と盾に対応。あわ、いや俺でもゼルダあれよ。剣を盾、時岡ムジュラ。大地、あとトライ、左手の何だったっけあれ、トライワイトワイライトプリンセス、これ以外は全部やってんねん。反撃の隙を作ることもこれだけ俺やらん、あ、合わんかったんかな。ボタン操作にも対応し、携帯モードや任天堂スイッチライトでも遊ぶことが可能。へっはっ、そしてだリンクが旅の途中で手に入れる個性豊かなアイテム、空に飛ばして遠く、だからあのブレスオブザワイルドおもろかったけど、敵を引き寄せたりロープのように引っ掛けられる、ダンジョンあってほしかったな。これらのアイテムを駆使しながら立ちはだかる様々な仕掛けに挑んで、トワイライトはいつ、俺トワイライトやったことある、トワイライトプリンセスやったことあるどころかめっちゃやってた、 Wii のやつやろ。でんでんでけでけでんでれでれでんでけでんでんでけで、リンクを待ち受けるあまたの試練。でもやっぱムジラやな。結局子供の頃にやったムジラが一番面白かった。ゼルダの伝説はここから始まる。はっ、ゼルダの伝説スカイウォードソード HD。 クレヨンしんちゃん、オラと博士の夏休み、夏休みを終わらない7日間の旅、しんちゃんと野原一家、小さな町アッソーで1週間の生活が始まります。よろしくお願いします。オラしんのすけ、夕暮れ時しんのすけ、みんなで一緒にご飯を食べたら父ちゃんとゆっくりお風呂、朝はラジオに合わせて元気に体操、珍しい虫を捕まえたり近くの小川で魚を釣ったりしながら町の人たちとの交流を深めていきます。しんのすけ、最高の夏休みになるはずだったのですが、オラしんのすけ、ちょっと変わった博士との出会いから不思議なことが次々と起こり始めます。新しくできたお友達はなぜかカスカベのお友達とうり二つ。なやこれ、ねねちゃんやんけ、風間くん、どういうことやねんこれ。ぶっ飛んどる世界観が、世界観がぶっ飛んでいる。嵐により
かわいい。何このかわいいゲーム。錬金術師ノアの未知なる冒険が始まる。気になってるねん、これ。 2D アクションスクロール。至るところに敵が待ち受ける。横スクエア。そこで錬金術で生み出した仲間アストラルと一緒に。最悪やからミルダは無理ちゃうか。今ここミルダもちゃう。バトルに参加させるアストラルを選択。スイッチやねん。選んだ順にアストラルが攻撃していく。おもろそうやんけ。なかなか。それぞれ能力の異なるアストラルの組み合わせがバトル。マリオとちょっとおかしなウサギたち。なやぶっさいくなこれ。何これ。マリオプラスラビッツ最新作。突如現れたとっても悪い奴らのせいで宇宙が大ピンチ。彼らの狙いはスパークスが持つ強力なエネルギー。さあスパークスたちを救う冒険の始まりです。何これ。さまざまなエリアを探索するマリオとラビッツたち。フィールドで敵に遭遇すると単性のバトルがスタート。 UBI とのコラボや。 UBI その前に一つご紹介。このバトル、このマリオとラビットのやつ前作はね、何度でも自由に動き回れるのがポイント。その点にご注目ください。まずはマリオ。目の前には敵が3体。そのうち1体にスライディング。ラビッツロゼッタにチェンジして、これまたスライディング。そしてラビッツルイージ。やっぱりスライディング。なんか分からへん、全然分からへん。もう年を取りすぎたのかもしれない。ラビッツルイージのターンは終了。引き続きマリオ。残った2体を一掃。これにてマリオも終了。分からへん。ラビッツロゼッタ。分からへん。ジャンプしてジャンプ。回り込んだところ武器でフィニッシュ。これ前作750万人もプレイしてる。すごい、そんな売れたん。750万本売れたんこのゲーム。やばない。100万本売れてすごい業界やの。めちゃくちゃすごい業界やの。マリオチーム、ボム兵にスライディング。とんでもないヒットしてるやん。これにて敵を撃破。このウサギのキャラが結構あれなのかな、人気があるんか海外では。さらにクッパもまさかの仲間入り。マリオプラスラビッツギャラクシーバトルはこの冬発売。ディズニードリームライ…うわ、やりてぇ。なにこれ、ディズニーやん。ドリームライトバレー。なんなんこれ。野菜を育てて。あ、全然違う。俺のそ、もう全然違う。そういうのじゃない。ミッキー使ってアクションさせてくれ。村作りも思いのまま。さらに呪いを解くことで。全然ちゃうわ。様々な世界への7当時の人間出てきた。住人を村に迎えることができます。さあ、違う。そういうのじゃないよ。よ。私はパスワードを使い回さない。あれ、パスワードが違う。これも違う。どれが正解だっけ。メモしとけ。